ロジクライは日本の競争場。主な勝ち倉は2016年の新山記念、2018年の富士ステークス。2013年2月22日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。同年のセレクトセールイバ場市場に上場され、久米田正明によって3900万円で落札された。育成はノーザンファーム早北の林旧社にて行われた。 立党、菅井直、スケ車に入級。2015年9月12日の新馬戦でデビューし、エアスピネルの3着となる。マイナス16キログラムと馬体が絞れた3戦目の未勝利戦では、ライアン・ムーアとコンビを組み、初勝利を挙げる。事前の占領賞では一番人気に押されたが、勝馬レインボーラインから1秒1離された4着に終わった。 2016年初戦の新山記念では、前走の敗戦もあって8番人気に止まったが、後遺追走から抜け出し、後方から猛追してきたジュエラーを首差しりぞけて、重賞タイトルを手にした。事前には、スプリングステークスが予定されていたが、左前足の新化を痛めたことで回避した。その後、重度の骨折が判明し、長期休養に入った。 2017年12月17日の元町ステークスで約2年ぶりに復帰を果たす。復帰初戦は7着だったが、2018年1月の新春ステークスでは2着と復調の兆しを示し、復帰3戦目の節分ステークスで新参記念以来となる勝利を挙げた。続く六甲ステークスも解消し、久々の重賞挑戦となったマイラーズカップでは3番人気に、 指示されたが逃げて失速して7着に敗れる。その後は、中京記念2着、京成杯オータムハンデキャップ3着と赤杯が続いたが、安城に、クリストフルメールを迎えた、富士ステークスでは2番手追走から堂々と抜け出し、1分31秒7のレースレコードで、久々の重傷制覇を果たした。2戦連続乗り代わりとなりシーデムーロを安城に、迎えた、 マイルチャンピオンシップは直線で各場に交わされステルビオの14着に敗れた。2019年も現役を続行。初戦の東京新聞杯は2番人気に押されたが、インディチャンプの9着。自走の阪急杯は3着となった。初のスプリント戦となった高松宮記念は8着。KO 杯スプリングカップは後にスプリンターズステークスを制する。 タワーオブロンドンの3着に敗れた。安城が竹豊に乗り換わった安田記念ではゲート発送直後に左側へ車高、降着こそ免れたが9着に敗れ、ブーに起乗停止、馬に発送調教再審査の処分を課された。秋初戦の富士ステークスはブービー17着、続く阪神カップは10着に敗れた。年明けからオープン特別を連投し、 カーバンクルステークス7着、ヨド短距離ステークスも7着だった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。